明日、本当に、一応約束は取りましたからね、うんうん、住職と、うん、それから副校長と、うん、私どもと、うん、ね、離団届を出すと。ずんずんね、またよろしく。まあ、これからあとどういう答えが返るか分かんないけどね、うん、急に、また、予定が入っちゃったよなんてね。まあ、チェンジしちゃうくらい。でも、あの石丸さんにも来てもらえるしね、うん、ダメでも、行ってみましょうよ。一応約束したんだから。住職さん、約束ですよ。どうですよ。そう言ってやれんだよ。男でしょって、そのあんまり逃げるようなこと言ったら。住職ともならそうはいかんでしょ。邪宗の坊さんですから。禅宗とか念仏宗の坊さんと同じことですからね。うん、だから、遠慮で騒ぐする必要ないです。そうね。そうです。だから日蓮宗のご僧侶だからご僧侶って言えるんで、それ以外の宗教の僧侶は、名前だけ、格好だけ僧侶の格好してるだけで、そんなにこっちが何も遠慮して、在家だから僧侶だからなんて、そんなの必要ないですね。むしろ普通の在家よりも、たちが悪いと思ってやんないと。だけど本人はそう思ってないんだよね、やっぱり。だから余計言ってやんないと。そうなんだ。誰かが言ってやんないと。あんた極悪人だよって。大方々ですよ、人をね、地獄へ引っ張ってんだから。そうですよ、あの人、その住職、昇進家の住職がみんな頭下げれば、総本山にみんな住救われるわけですよ、うん、それ頭下げないから、うん、いや日権が悪いとか、本当はわしも本山に借りたいと思ってるんだと、だから日権さえ頭下げてくれればって、そういうやつもいるからね、うんうん、そんな思い上がった連中だから、とんでもないことなんですよね。いや、ああ私らもそれにあれされて、まあ思い上がってはいたのかも、うん、思い上がって、在家は思い上がってないよ、うん、たぶらかされてた。あ、たぶらかうん、たぶらかされてただけ、うん、被害者だ。加害者が昇進会の僧侶、被害者が団と、うん、そういうことだからね、かわいそう。本当に今日もお父さんと話してても本当にかわいそうだと思ったわ、うん、人は人柄はいいんだけどさ、ねえ、でもこんなになっちゃってね、うん、そうそうそう、ねえ、ね、こうなってただけどね、これねえ、トイレさんぐらいお袋してたんだけど、まあ、もうちょっと痩せたいんだけどね、俺は。いいよ、それくらいでいいよそうなんかね、うん、これくらいでいいよ、うん、くらいしてたんだよ、あの人も、はい、なるほど、本人それトイレさんぐらい ね、ちょっと普通以上にやっぱりこうね、正気のない、やつれてる感じだよね。正気がないよね。ないのよ。かわいそう。それでね、やっぱり今こもうああいうふうになったでも、こう正気が入りゃね、うん、こうね、もう自転車のこうポンプみたいにさ、うん、シューってなってきますよ。今はこうシューってなっちゃう。なってるよね。なっちゃってる。なってるなってる。もうみんなふうになっちゃうでよ、うん。自然に。一緒に作っていきましょう。ね。よろしくお願いします。こちらこそ、いや、もう貴重なお話ありがとうございました。いやいや、こちらこそありがとうございます、ね、これでまたね、この勢いで、あ、5年齢を聞くとないんですよ。そうすれば勢いみんなも分かるから、5年齢、5年齢、今の実年齢、うん、何歳だっけ。82。ほら、聞いてください、この元気。今聞いてみんなびっくりしたと思いますよ。嘘じゃん。え、80? 今パワーがすごい、オーラがそうか、うん、そうかしら。おお、いやー、もう一度のかもしれない。さっきのあんなってたんだけど、72でしょ、うん、あの世紀に抜かれた副校長よりも20歳ぐらい若いですよ、生命のその波動は。そう、あー、そうか、それはやっぱりね、うん、そう、正しいご本尊だからね。ね、新しいご本尊、あの人だって、うん、ご本尊そのものは間違ってないんだよ、うん、昇進会の僧侶からもらってんじゃないから、うん、日蓮宗創価学会時代の日田松陰の本能だから、うん、正規なんだけど、結局そのケチ脈が切れちゃってるから、うん、かわいそうだよね。ケチ脈はね、もうね、やっぱりケチ脈だもんね。目に見えないんだけどね。だけど、ケチ脈っつうのはね、言わないからね、あそこの住職たちはね。一番触れられたくないってことでしょ。触れたくないから。うん、だからそこへね、うん、行くと、もうね。しどろもどろですよ、今日はっていうのも。しどろもどろ。なんだか、なんでその紋章を上げてくるのっていうのに分かんないようなことまで読んでてね、うん、まあまああれはでも面白かったけど、じゃあ優の本業をちょっと早めだけど、うん、一緒にさせてもらいます。いいよ、どうぞ、ね、うん、でそれで俺名古屋に行けばちょうど、うん、いい感じ。どうぞどうぞ、だってやってください。一緒にやんないの、ちょっと待ってて、ほいだ
トイレ寄ってくる。あ、言ってね。ちょっとこれは下げるんだよね。ちょっと待って。うん。